モノマケです。本日のモノマケはまたまたドリル検証です。今回はハイスドリルに限定してメーカー別で検証します。はい、そしたら早速始めます。回転数は750で統一します。穴を開けるのはこの SS400 の 12mm の板です。よし、開けていきます。一発開けた感想は普通に切れるドリルですね。全く違和感はないです。じゃあもうどんどん開けていきます。今165開きました。ただまだまだ開きそうな感じで、ボール盤だと日が暮れてしまうなと思って、フライス盤でちょっと開けようと思います。鉄の板もちょっと足らないんで、 8mm の板だったら多少あったので、そっちに変えて仕切り直します。新しいものに変えて同じ条件で検証します。いやでも優秀なんだよね。ダイソーは優秀ですよ。これ100円ですからね。前に検証した時はドリルビットで検証したんですけど、これはこの根元が外れたんでアウトになっちゃったんですけど、単純に刃の切れ味で言ったら12mm の鉄の板の165圧だったら穴開けられるってことはね、今の段階では確実に証明できてるんで、じゃあちょっとフライス盤の準備します。はい、そしたら改めて買いたいと思います。361。451からで板厚は変更してます。はい、648開けました。ちょっとドリルの摩耗具合を確認してみましょう。距離でいうと5976mm ドリルで開けました。摩耗はしてますよね。なんかこの状態だとまだまだ開けられる感じ。いやー、たまげた。はい、そしたら 12mm です。いきまーす。はい、3枚目も開け切りました。これでいくつだ、846で 4752mm プラス3600、あ、今は 8352mm ドリルで穴を開けました。はい、そしたら次の一穴が847です。はい、というわけで1044開きました、うん、ちょっともう11時回っちゃったんで今日は帰ります。こんなね長丁場になると思わなかった。また明日やります。はい、そしたら2日目1045からスタートです。もう 12mm のね板がないから、他のドリル用に取っておいた 8mm の板を使いますもん。はい、そしたら1243からですね。
1142で今日はストップです。もうね10時回っちゃって音が気になっちゃうんでね、まさかの3日目突入になってしまいますね。これ永遠と本当に飽きそう。まだまだ続きそうです。はい、というわけでダイソンのドリルを試してたんですけど、なかなか強者だったということで、まあ今のところ2000以上空いてるん でまだまだ空きそうな感じがあるんですよね。びっくり。まあ他のもどうだな、まあ時間取れたらやりたいなと思います他のは。いやね、まあ、鉄だからなのかな。今回で分かったことは、鉄は豆腐ってことですね。鉄は柔らかい。鉄ごときだったらハイス様にはね傷つけることもできないってことじゃないですか。いやー、しかしねすごい100円ですからね。これ一応残りの材料、まあ穴開ける鉄は8ミリの鉄なんですけど、これあと2枚しかなくて、これ450、450、900、開けてだいたい40分ぐらいかな、40分から50分ぐらいはかかるんで、もしこれでもダイソーびくともしなかったら、また他の材料探して、もうダイソーがへたるまでやり続けます。今回はそれもね興味ができた。はい、後半戦いきます。さっきね、今までにはない音がしてたんですけど、2、3回になってその後は出なくて問題なく穴開けてたんで、いやでもちょっと変化はありましたね。はい、ただいまの記録は3492です。これもねガンガン開きますね、全く問題なく切り込むどっさりで、ちょっとこれだとなんかラチが開かなそうなんで、まあラチが開かないって言い方はおかしいですね。ね、もうダイソー素晴らしいドリルってことで、もうここまででも十分検証できたんじゃないかなと思うんですけど、まあこれからは材質はそのままで、あと切削条件も変えずに、この32ミリの鉄の板を穴開けます。いやー、どうなるか。まあ一般的には深い穴を開ければ開けるほど、ドリルに負荷がかかるんで摩耗も激しくなるんですけど、まあ、通常の排出のドリルだとドリルの径の10倍までは開けられるっていう感じだと思うんですけど、まあ、これは32なんでまだまだそれは余裕ですよね。じゃあこれに変えて始めます。いやすごい、なんかワクワクするね。100円でこんだけ開くからね。あら、これはもしやあそこかな。いやちょっと今かじってチャックとドリルが滑ったんですけど、これ六角なんでここは滑んないんですよね。っていうことはこの六角のビットとドリルのとこが接着がもう外れたのかなって感じですね。見てみましょう。やっぱりここだ。ダイソーはここが弱い。前回と同じですね。これもったいない。これ加えてやればまだできるってことで続行します。そしたら再開しますけど、もうそろそろなのかもしれないですね。さすがにここまでは想定して作ってないと思うんで、過酷は過酷ですけど、まあ、限界を試すってことで再開します。うわ、止まった。これもダメか。ちょっとこのドリルチャックでも保持できないほどかじって止まってしまったんで、ただこれが限界ってことですかね。まあステップ加工をやればできるんでしょうけど、でもねまだねいけそうな感じなんですよね。ちょっとやっぱりまだ開けられそうな感じだったんで、ちょっと薄い板で試します。これ7ミリの板ですね。
はい、そしたら再開します。というわけで、まだまだ開けられるっていうことで、これをまた使って今度は貫通しないで半分の15ミリまで穴開けます。はい、じゃあ行きます。ホルダーが抜けてしまいました。とうとう折れた。はい、というわけで検証終わりました。発表します。このダイソー100円のハイスのチタンコーティングドリルが鉄の板を3923穴開けました。すごい。まあちょっと基準がわからないので、この値がすごいか正直わからないところはあるんですけども、いやーすごくないですか。でその前に3501穴目でビットのところが外れてしまいました。前もドリルビットの検証した時もここが取れてダメになってしまってたんで、やっぱもったいないですよね。本当ドリル自体は100円以上の価値があると思いますよね。いやーでももう十分じゃないですかね。100円ですからね。で今回使った材料は、まあ、鉄だったんですけど、ドリルは厚み深さによってだいぶ深く変わってくるので、まあ、一概に言えないんですけど、今回は7ミリと8ミリ、12ミリで32ミリの板を穴開けました。で32の時にビットが外れてしまったんで、やっぱこれは負荷がかかりすぎたんだなと思うんですけど、片面は200以上開けてますね。15ミリでも。でもう片面やった時にここでね力尽きたんですけど、でやっぱり折れた原因は切り子の排出がうまくいかずにかじってしまって折れたっていうことだと思います。それがちょっと専門家じゃないのでわかんないですけど、まあ十分ですよね。100円ですからね。本当に元めっちゃ取ってますよね。換算するといくつ、一穴いくらになる。これ3900円、 0.4円、一穴 0.4 円で穴が開けられます。はい。でね、もう一つ距離に換算したんですよ。そうしたら 36,385mm 穴を開けられたっていうことになりました。 36m、100均のドリルが 36m 鉄に穴を開けるっていう、すごいですね。というわけで今回はダイソーだったんですけど、まあ、ちょっとねまた違うメーカーのもできたらなと思ってるんですけど、この結果を見てちょっとビビってます。ダイソーでこれですからね、まあ、ちょっと失礼なんですけど、他の専門のガチガチプロが使ってるメーカーさんのドリルで穴を開けたらどうなるのか。いやー地球の裏側まで穴開けられちゃうかもしれないですね。それはないか。どんぐらい、まあ1キロぐらい行くんかな。だから1回で開けられる距離にもよりますよね。その辺がちょっと分かんないんですよ。今度はいきなりこの32ミリとか30ミリぐらいので検証した方が良さそうですね。ちょっと言い忘れたんですけど、今回の結果はあくまで同じ条件で穴を開けた場合の結果です。なのでハンドドリルだとかボール板で開けた場合はまた違う結果になるはずです。ほんと参考程度に考えていただければと思います。はい、というわけで
今回はダイソーのハイスチタンコーティングドリルでどこまで穴開けられるかっていう検証でした。まあ少しでも参考になったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。モノマケでした。それではまた。ここの強化よろしくお願いします。ダイソーさん、ここさえ強ければもうめちゃくちゃいいドリルですね、きっと。